ZOZO マリンスタジアムには大観衆が詰めかけています。千葉ロッテマリーンズ対埼玉西武ライオンズのゲームです。解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。赤星さん、試合開始前は選手のどのようなところに注目してらっしゃいますか？そうですね、僕は一番は表情ですかね。一番表情に出やすいと思いますね。あ、表情ですか。ぜひ今日は表情を見ていきましょう。マリーンズ最後の攻撃になります。そしてライオンズがマウンドに送るのはもちろんこの人です。点差が開いていますが、なんとか一矢報いたいところ。赤星さん、非常に厳しい状況だと思うんですが、逆転できる可能性が出てくるとすればどういったプレーが必要ですか？とにかくランナーを貯めることですよね。引っ張った、ヒットになった。これでマルチヒット。2番バッター鈴木、先ほどの打席はデッドボールでした。ヒットでランナーを一塁に置いています。引っ張った、セカンド取った、一塁へ、アウト、ワンアウトです。これは進塁打になりました。3番バッターマーティン、まあ大差はつけられてますけど、1点でも2点でも返して意地を見せてほしいですね。ここはランナー返せません。あえなく三振。さあ初球は何か。初球打っていった、高く上がった。最後はファールフライ掴んでアウト。これで3アウト、試合終了です。残念ながら千葉ロッテマリーンズ敗れてしまいました。赤星さん、今日はなかなか勝機が見出せないまま敗戦となってしまいました。まあそうですね、ただこういう負け方の方が案外選手は気持ちを切り替えやすいんじゃないかなと思いますね。ああ、そんなもんなんですね。次の戦いに切り替えてほしいところです。勝った西武ライオンズ、大量点を取って大勝ということになりました。一方のマリーンズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはマリーンズ敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで ZOZO マリンスタジアムから失礼します。